女性漫才コンビ、ハイヒールのリンゴ、58が25日、大阪、カンテレの胸いっぱいサミットの生放送。先週18日放送の同番組で、布マスクの内側に母乳パッドを使用する方法を勧めたことについて、ご迷惑をおかけしました。